さあここからはですね、幻冬舎さんから発売中のカードゲーム575777を遊びたいと思います。おまあ幻冬舎さんまた面白いねゲームを作ってくださいましたけれども、ね、うん、じゃあまずはこの作品とルールの紹介、山本ちゃん教えてちょうだい。はい、57577は5音カードと7音カードを組み合わせて57577、つまり短歌を作るワードゲームとなっております。うん、僕たちはのような5音の言葉が書かれたカードと、バナナを食べてのような7音の言葉が書かれたカードを並べて短歌を作り、最もいい短歌を作った人が勝ちとなる、子供から大人まで気軽に楽しむことができるゲームとなっております。なるほど、はい、ということでございます。だからまあランダムにね、配られたカードの中で作りつつも、うんうん、はい、ちょっと交換とかもできるのかな。はい、はい、ということでちょっとチュートリアルとして実際に悲しいにやってもらいましょう。はい、はい、まず5音カードを2枚、うん、そして7音カードを3枚、うん、配られます。あ、そうなんだね。はい、だからこれで一発でできたらすごいのよね。確かに57577、あ、ほんとだ、はい、そして、今回はセリフで取らせていただきます。で、この時点で不要なカードがあれば、入れ替えることができます。なるほど。で、交換は、2回まで OK で、1回ごとに最大3枚分交換をすることができます。なんかポーカーみたいな感じ。そうですね。で、この中でちょっと作りづらそうだなっていうのを、変えます。例えばこのカモンベイベーはちょっと違うかなみたいな。っていう感じというよりかは、はい、責任のないゲームですごくいいですね。まあ、これ自分で1個書かなあかんとかなったら確かに、ね、大喜利要素で、まあ、我々芸人でやりますけど、やりくり川柳とかいうのやりますけど、これ単価が単価やから言葉がもう決められているからね。 それをどうやるか、だからなんかちょっとね、麻雀っぽい要素もありながら、はい、お、じゃあ変えた。何枚変えました？キャラシー。あ、もう3枚変えさせていただきました。あ、もうできた感じ。はい、で、ここで、あ、もうできたの、並べます。もういいんだね、もう一回変えられるけどいいんだね。本来は2回なんですけど、ちょっと今回はチュートリアルとして。はい、5 5 7 7 5 5 7 7 7。はい、行きました。それでは悲しい、お願いします。よー、雨の中、うん、秋の夕暮れつぶやいた、うん、神様でさえ徹夜に決まり。なるほど。神様でも徹夜するよっていう、なんかすっごい、なんやろね、すっごい面白いゲームとか出たんか な, なんか、ね、そうですね、神様がちょっとゲームにハマっちゃってるかもしれない。すごいいいですね。はい、要それだけの枚数でそんだけ構成したんで素晴らしい、素晴らしい、はい、で、これを何周か繰り返してプレイヤー同士で最も良かった川柳を判定、ポイントが一番多かったプレイヤーの勝利です。なるほど。はい、今日は特別ルールとして勝敗のジャッジを YouTube のアンケート機能を使って決めたいと思います。いやー、だってアンケートができるの、そんなあんのね。イエーイ、なるほど。ということで今回は、あかねやさんと山本ちゃんとやらやらで3人でやるということで、どうしよう、これ難しいな。まあ、もう出目にかかってるからね。いや、ほんまよ、出目出目、なんかチンチロリみたいな出目。おかしいね、なんだろう、カードにかかってるからね。そうね、うん、だってもうどう頑張ってもうまくならない可能性もある。そうそうそう、ものによっちゃ、うん、こっちの方向で行きたいと思ってても、あ、シリンダーさんがアンケート、うん、昨日そんなのあるのだってあるみたいですよ。あ、ディーラーかなし、ディーラーかなし、すごい、はい、ちゃんと混ぜた、混ぜ大丈夫です。ああ、それでは配っていきたいと思います。はい、いただきます。あ、まず5枚配られるのね。はい、はい、いただきます。よし、7が、はい、ちょっと待って、なんやこれ。うわうわ、はあ、はい、どうでしょうか、いい感じの句はできそうでしょうか。そう、黙っちゃうよね。結構悩む感じですか。いや、でも私はこれ確実に変えたいですね。お、変えたい、それでは、まあ、変えたいよね、はい、私が変えるチャンスを今から
これそのカードを見てから変える変えないを決めてもいいの？そうです、もう見て選んで大丈夫です。これ3枚まで選んでください。何これ？すごい難しそうですね。めっちゃ難しいな。こんなかもいい感じのとちょっとギャグっぽいのが混ざってるので、そうね、はい、お、これと、はい、これを、うん、はいと、はい、うん、ちょっと待ってこれどうしたらいいの？今回のがなくてももう一回違うカードがまた配られ、あの入れ替えられるので、そっか、うん、次にかけるのでも大丈夫です。ちょっと待って。ええー。おお、ごめんごめん。ちょっとこれとこれこれこれ変えて。はい。これで。あと1枚。あと1枚ね。はい。これでもこれは一応置いといて。交換したのを今度は私たちが。そうそう、みんなの。そうですね。わ、そうでは。これかな。はい。変えてみよう。はい。おお。はい。それでは。おまつげは山本さんです。はい。五七五。あーでもこれがこれになるじゃん。うん、こうなって結構早いですね、決めるのが。七七だよね。あーもう五七五は決まってると。なるほどね。お、面白い。じゃあこうしようかな。はい。ああ。なるほど。それでは金谷さんお願いします。はい。まずこれをこれを変えます、はい。結構でもなんかロマンチックな感じになりそうですね。ちょっとそっちの方向でいこうかな。あーでもおうわ、いやこれ次、あと私カードゲームしてたよ、カードでね、はい、そうです。次がやばいな。次で A のポンだったら、でも次もう一回回っていくの、このままやと俺地獄の地獄の短歌ができてしまう。地獄の短歌。おこれにしようかな。はい、でもできるかなこれ。それでは、あ、ほんでまたこれを変えてくれるのね。はい、はいはいはい、新しい5、はい、いやこれちょっと待ってくれよ。はあ、あそこでまた並べ直すわけですね。うわ、これ以上迷わせないで、うん、迷っちゃうよ。すごい。あ、みんなちょ、あ、君が深夜にどんぶらこ作るな、先に言わないで、先に作るな、言わないで。あ、出てるカードで作ったのね。そうそう、みんなね。なるほどね。それでは2巡目いきたいと思います。うん、一番初めの人有利じゃない、マジどうだろうね。確かに見えないな。なんかあれ手書きのか、うん、なんだあれ手書きのがあるね。通常書、あれ手書きが急上昇と恋がしたいな。なるほど。おそれ以上か。おお、ちょっとね、やったね。これでいこう、これでいこう。おお、1枚で決定されました。いや私ちょっと相談なんだけど、はい、これをねこっちにするかこっちにするか悩んでるのよどっちがいいと。これは変えたい、これは変えたいんだけど、あーでもこっちの方がなんかこっちの方が現実的なんだけど、ね、こっちの方がどっちだろうね私はもうあのお手伝いさせていただくことしかできませんので、はい、どっちがちょっとディーラーさんおすすめですか。いやもうこれはもう直感を信じてください、自分の。じゃあ逃げ出したりしようかな。はい、はい、
オッケーですか？オッケーです。はい、綺麗になりすぎちゃうのでもこのずっとな。綺麗でいいんですよ。綺麗でいいの？はい。あ、もうこれガラッと変えます私。おお。これいただきます。お。これで戻しまして。はい。これもリターン。おお。戻して。あら。あと1枚だよ。あと1枚。うわ。青は青でしか帰れないんですよね。そうですね。五七五七七なので。青は青どうやって作るの？本当だ。もう作文になっちゃうよ。五七七七七七とかなるからね。なっちゃうね。でもいいんじゃない？今日はもうそれでも。面白かったら。面白かったらこれで。はい。はい、行けます行けます。それでは句を並び替えてください。並べ替えて字余りってね。さっき教員志望の方がね、うん、あの使い方を考えたら国語の授業でも使えるかもって。確かに。絶対そうだ、楽しいし絶対それは。結構この7を中に5と5の間に入れるか、うん、後に置くかで。ちょっと趣も変わるんだよね。ガラッと変わりますね、意味が。趣ね、これは本当にね、あのアラフィフ独身の俺にぴったりのぴったりの俳句ができましたよ、悲しい俳句が、うん、でそのまあね、アラフィフの独身の男たちにね、捧げる、うん、いきますよ。おーい、じゃあ、お願いします。短歌こちら、ザン。僕たちは言えばよかったラブチャンス、ほうほう、ありとあらゆる恋がしたいな。めっちゃいいです。これを、これをね、いろんなラブチャンスがあったんですよ今まで。で、恋がしたいなっていうのをちゃんとね、いろんな種類の恋がしたいなを言えてたらね、私はもう子供 2,3 人いますよ。なみんな。めっちゃ頑張って100歳まで行きようぜ。辛いけどうまい。うまい。ね、すごい。じゃあそんな悲しい世界を私が壊そう。ありがとうございます。はい、悲しさ壊してくれ。はい。よーぽん。逃げ出した幽霊たちがドラゴンにムーンウォークで世界征服。すごいな。すごい世界観。いやいや。面白い。壊します。もう最終的にもう完全にもうマイコーやんかそれ。アオッチて。ちゃいな。いやマイコーすげえな。マイコーすごいな。なってますね。ヒズベーって言って。面白い。こんなものもできました。ムーンウォークで世界征服。いいですね。ドラゴンを倒す、まあ、ドラゴンを倒せるんやったらね。ドラゴンのムーンウォークです。はい。すごいね、ムーンウォークで世界征服。どういう。すごいドラゴンを。だから幽霊たちがある種ね、そのね、あのスリラーもね、ちょっとかかってて。なるほど。うまいな。変わってんの。はい。ラカネアさん。はい。私は今回失恋ソングを出させていただいたということなんで、ちょっと悲しい運命の短歌を作りました。はい、じゃあお願いします。でね、よーぽん。炎上しどこかの星へ急上昇、うん、パジャマ姿の運命の人。いやいや、ちょっと怖い炎上して。怖いんだけど。どこかの星に飛ばされちゃったんですか。完全に寝てる間に生かされたんだよ。いいね、飛ばされちゃいました。はい、なんかこれ難しいな。面白い。ある歌を思い出すな。あれ、そうなの？夜遊びのね、あの二人ね。ああ、連れてかれちゃった。夜遊びしちゃった。ね、はい、ということでございまして、さあ、この、アラフィフ短歌、そしてマイコー、じゃマイコー短歌、そしてね、炎上短歌、どれが良かったかですね。皆さんの急上昇の道がそうなんだよね。皆さん。
ね、多分書いた人はこんなつもりで急上昇書いてないと思う。書いてないですね。はい、皆さんアンケート右下に表示されている良いと思った出演者クリックしてください。そうやってやるんだ、はい、すごいすごいすごい、リアルタイムで動く。おーすごいよ、競ってる35票、うん、あ、めっちゃ競ってますね。おいいですね。いやでも刺さったんだね。いやこれすごい刺さったんだろうな。やっぱね、うん、うわなるほどね。終了時間ってどのぐらいなの。あ、あれあれあれ超えた。おおお、いいんじゃない、いいんじゃない。初めて見たわアンケ、すごい、ね、私たちも初めて見ましたよ。初めて見ましたね。アンケとかできるなんてね、知らなかったよね。そうそうそう、うん、へえ、うん、あ、1分間なんですね。いやいや、あの多分こっちが終了するまでアンケート続けられるんだと思うよ。うん、あ、あ、1分前とか。1分前に、おお、終了しました。結果出ましたということで、今回優勝はあかりやさん。やったー、すごい急上昇、やりましたね。やっぱこうみんな緊張みたいなね、なったんですよ。いや俺はほんま引かんかったらここがね、うホコリラになってたんですよ。何うホコリラ、ゴリラ、うホコリラ、やばいね。ありとあらゆる声、え、手書きの句はあかねやさんの作です。そうなんです。これあかねやさんが書いてくれたの。そうなんです、今回のシングルの歌詞から取らせていただいて。なるほど、ちょうど恋がしたいなと。なるほどなるほど、入っておりました。そうかそうかそうか、そうなんです。まんまと使ってしまいましたね。やったよかったよ、ほんま、よかったです。ラブチャンスでウホゴリラっていうとこやったからね。いやでもいいよ、ウホゴリラもいいんじゃないの。いいかもしれない。そんなことある、好きな人前にして、よし今やウホゴリラ。そんなやつを恋できる。いやでも印象には残る。そう、ね、印象に残るだけ。そうやな、すごい印象に残る。悲しい、すごい言い方きついよ。ごめんなさい、うん、大事なことやからね。ということでございまして、これはでもまあおっさんでやっても楽しいし、ね、まあ、芸人がやっても十分楽しめますし、ライブやっても楽しいです。ぜひのクリスマスお正月ね、やってほしいですね。これやったらアイリスのその YouTube で。あ、確かに確かに、カードゲームやってるんでぜひ使わせていただこうかと思います。アフィリオだってね、そうでやってるみんなできるよね。ほんで全員で5人とかやったら5人並んで全員で強盗担当決めて一発で引いてちゃんとできるかとかやんのよ。確かにそれもいいな。ほんならこんめっちゃ僕たちは言えばよかったラブチャンスありとあらゆるサイズかかねや誇りだめっちゃおもろい、ね、つなげて、うん、めっちゃ面白い、惜しいみたいな。そういう言い方面白いね。そうそう、このねやっぱりこのね、あの白線者さんか、え、いや、ごめんなさい、幻冬舎さんです。幻冬舎さんのゲームはほんまにいつも面白い。そのルールだけじゃないルールでも独自ルールいくらでも遊べんのよ、ね、それがすごいから、あのぜひともね、うん、皆さんこれはもう楽しいですから、ね、じゃあ発売情報教えてください。本日プレイしました57577は幻冬舎さんより発売中です。価格は税抜きで1600円となります、ね、老若男女問わず気軽に楽しむことができますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでございます。カタカナ足とかね、うん、好きね、あなたカタカナ足、もうめちゃめちゃ使っめちゃめちゃ使ってるからね。はい、ということでここまでは57577ご紹介しました。この後は、うん、ラチェット&クランクパラレルトラブルをご紹介します。